こんな素晴らしい栄えある賞をいただきまして本当にありがとうございます。もう全然ベストなファーダーじゃありませんでしたが、まあ、少なくとも3人のすごく楽しい子どもたちに恵まれてハッピーファーザーであるかなと思っておりました。最初のうちはこう電子メールでのやり取りだったものがこう音声通話ですよね。そういうのがこうしやすくなって、宇宙ステーションからは気楽に電話はできるんですけど、そのうち家族の方も相手するのが面倒になってきたようで、だんだん話す時間短くなったような気もしますが、家族と子どもの面倒にならないように気をつけながら通話を楽しんでました。僕は俳優の前に父親ですから、俳優の賞をいただくよりもこの父親の賞をいただけたことがとても嬉しいです。ちなみに俳優の賞はもらったことありません、ね、私には4人の全く言うことを聞かない、全く勉強もしないんですが、毎日楽しく元気に健康で生きている4人の子供がおります。その4人の子供と毎日格闘している妻がおります。私はその彼らに、父親にしてもらっていると思っております。なので今日のこの素敵な賞は帰ったら家族6人で祝いたいと、もう一度祝いたいと思います。どうも本日はありがとうございます。